世間は何やら騒がしいようですね、主。チョコレート贈呈、極東の風習であると聞き及びました。実にくだらぬ。糖分の適宜摂取であれば、まあ頭脳に対する栄養補給としては優秀の部類ではあるが、一方的なチョコレートの贈呈などと、戦闘と破壊を旨とするサーヴァントには無用の行為でしょう。ところで主よ、話は全くもって変わってしまうのですが、このようなものが私の胸に挟まっていたのです。我が呪いの槍をかたどったチョコレート、いや違うのです。これはきっと槍のもたらす機能に他ならずですから、世俗の風習に対してわずかに心ときめかせたなどということは決してなく。えい、さまつなことは気にしない、マスター。もらえるものは素直にもらっておきなさい。世界をつなぐ呪いの槍、泣きながら味わう時だ。